モリモリライオン株式会社おはようございます岩手を元気にする地域活性化番組その名もラジオ番組なのに「もりライオン株式会社」今週も始まりましたそれでは本日の出席を取りますはい私営業部長のこの番組はゲストとのトーク中に私たちがピンときたポイントに。 ガオーと突然ライオンの鳴きき声が響き渡りますよねそして番組の最後にはゲストに半ば強引に「もりもりライオン」株式会社にスカウトしてしまうという楽しい番組です。はいでは石川人事部長はい今日も土曜の朝から元気に私たち出勤してまいったんですがゲストのご紹介をよろしくお願いします。 グルージャ盛岡応援企画第2弾ということで、うん、今日は田中俊選手にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。さあ盛岡からですね、J リーグ入りを目指しているグルージャ盛岡さんなんですが、前回の中西選手に続いて今回は、えー、ディフェンスの田中選手が登場してくださいます。 中西選手は神奈川県の出身でしたけどね、ね<え><ー>田中選手をなんと見きて静岡にだってああ。あのサッカーで有名なね。ねえ<岡>もう、はい、簡単にちょっと経歴を教えていただけますか。<laughs> 生まれは静岡。えっと生まれは静岡なんですけど、っえっと小学校まではあの神奈川県で僕も中西選手と同じ神奈川県で過ごしてまして、<ー>はいその時にいたあの阿賀谷の FC っていうチームで。 一回全国に出たことがあります。すごい、んそんなちっちゃい頃からも。はい。<ー>ちょうど幼稚園の頃に J リーグが始まったので。幼稚園のね。<laughs> はい。 すごいあのそれにちょっともうなんか衝撃受けちゃったねそうなのつい最近やってつい最近つい最近ではないかでもほらそうい年下ね私たちにしてはねねそうもう死後だねじゃもうはいそれをきっかけにっていう感じで物心ついた時はもうじゃ JDG があったわけだそうですそういうことでそしてえと高校は清水東高校っていう高校ではい結構 日本代表とかにも名を連ねてる先輩方がい、はい、たくさんいるんで。 本当にそんなね、田中選手なんですけれども。はい、ね、見切って。そうなんですよね。怖い方ですよこの方。田中選手ってさ、うん、なんか大学卒業してから。一回就職し。うん、それで、サッカーを諦められなくて、グルージャも寮歌に入ったそうなんですよ。なんか一回就職した先が。なんかすごいんでしょう。ちらっとど、どこに就職したんでしたっけ。えっと、あの、みずほ銀行ですね<ー>。えー 今をねもうときめくバンカーになってたのにい <laughs>、うん、じゃないけど <laughs> えどうしてでもなんかほら就職したらばやっぱり安定だとか、はい、ねそっちでいくぞっていうふうにね、うん、逆にそういう思いのとの葛藤はなかったんですかそうですねやっぱりそういう思いもありましたけどあの、まあ、子供の頃からの夢だったのはもちろん J リーガーとかープロサッカー選手になりたいっていうのもあったんで。うん そうですね今しかその道は絶対に今しかできないことなんでな、はい、親両親はどうだったんですか両親はもう子どもの頃からずっと僕のサッカーを応援してくれてたんでうんあのそういうことを続けたいならあの応援してくれるっていうふ,ふうに言ってくれたんで。<ー>はい それで今度は盛岡にまず1月に来て今年の1月に来たばっかりなんでしたっけそしたら今度はさアキレス腱、なんか母親みたいになってないもんなんかそうなのだっていや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 それでねうんそうアキレス腱ね断裂っていう経験されてまだ半年以上かかったそうですよねなおのにそうですねまあやっぱりアキレス腱が バキって折れた音とともに心も折れそうだったんですけど、けどでも折れなかったんだね。うそうですね。やっぱりあの、わざわざ仕事を辞めてまで選んだ道なんで、ん怪我で、まあ諦めるわけにはいかないんで、はい。切り替えて、とにかく早く治そうっていうのと、うん、まあ今できることで、あの、まあ上半身とかの筋トレもできるんで、はあ、んまあ肉体改造していかなきゃなっていうので、はい。 はあ、素晴らしいね,ね<え>ハート強いね,ね強いよで今は思ったよりも早く、はい、そうですね、はい、サッカー自体は大体5か月ぐらいから、まあ、本格的にやり始めることができたんでうん本んだってあの盛岡には身寄り身よりっていうか知り合いとかいないんでしょそこそのグルージャの選手の人しか知り合いって。 そうですねはいね<ー>もう全く何もない状態で盛岡に始めてきたんでそうだよねうそういう中で怪我しちゃって最初の,あのキプスしてた頃は本当に家に閉じこもり生活だったんですけど、えー、あのーチームのスタッフの方とか<ー>選手から差し入れとかもいろいろ持ってきてもらってん、はい、なんとか生活できてましたね。そうですか そっかそっかかや,やっぱりでも世の中にはその夢を持ってってねまあどうしてもその壁にぶつかっちゃって叶えられずに生きてる人ってね、うん、多いと思うんですけどうん、うん、この絶対諦めないっていうこのね原動力にななっっててるものって何なんですかそうですねまあでも子どもの頃からの夢を絶対に諦めたくないっていうのはあの何、ー、ですかね中途半端でもうやりきらないと。 次のことにもあのー、シフトできないんで<ー>はい。とにかくまず、うん、まあ、第二の人生を歩む前にしっかり、えー、この子供の頃からの夢をしっかり叶えたいっていうのは、えー、はい。その気持ちが一番強いですね夢の実現っていうところそういうことですよねこの強い思いがね欲しいですね であの前もちょっと伺ったんですよ中西さんにね今とりあえず当面目指してるのは、はい、まあもちろん J リング昇格なんですけど J3 っていうその新たなステージがね、はい、設けられることになって、はい、今その位置的にはグルージャの,の J3 に行けるかどうかっていうどこにいるんですか今は、えっと。東北社会人リーグっていう、あのー、リーグがありまして、うん、そこであの優勝すると。 地域決勝大会ってさらに上の大会に進むことができるんで、まずはえっと明日その試合があるんで。そこで。はい、優勝を決めれればなと思ってます。じゃあ、明日はすごい大事な試合なわけですね。たくさんの人に応援に。ホーム。ホームです。あの県営の運動公園で。そうですか。はい。 よろしくお願いします。ぜひ、このラジオを聞きの皆さんも。あ、何時からですか、試合はした。えっと、十時キックオフです。みんなでね、応援して、なんとかね。岩手代表を出したいもんだね。はい、よろしくお願いします。え、田中選手の、あの、プレースタイルというか、こう、僕の強みはこういうところなんです。というのは、どういうところにあるんでしょう。そうですね、しっかり、あの、相手に対して。強く、マークしていくっていうのと、まあ、あの、ディフェンスなんで。冷静なカバーリング、であったり、そういった部分を。 はい、あと自分のこういうところがあの弱いとかもっとこういうところを磨きたいと思ってて今すごい心がけてるんだみたいなところってありますかそうです、ねあのーまあ特に怪我してからっていうのもあるんですけど、えー、ちょっと、あのー、軸足が左で左足をアスキレス腱断裂してしまったんでおはおはちょっとそのジャンプが特に今<ー>、あのー、力入れた時にあ力が入りづらいっていう部分があるんでん<ー>、あのー、その部分でヘディングがちょっと。 弱くなってしまったなっていう部分が今強くあるんで結構そういうジャンプ系のメニューであったりはいまあ,あとは切り返しのところでぐっと左足に力入らなくて人についていけない時とかがあるんではいその部分は走り込みとかをしながらはいカバーできるようにしてます。いいややここういうところをやっぱりね日々あの トレーニングなり練習でこううさらにこう、ね、パワーアップして、ね、まだまだこうグルージャー盛岡の,この活動っていうかね試合とかまだ見たことない方たくさんいるかと思うんですよね。やっぱりこの岩手の子どもたちの未来のためにもね当こうみんなでね応援してね,ですね盛り上げていいいければいいよねえそして明日の試合の後はでもまだまだあるんですよねやっぱ大会とかも。はいえっと、10月の19日から えと全国社会人サッカー選手権という大会が長崎でありまして勝っていくと決勝まで、まあ、4連戦5連戦していかなきゃいけないんでん、はい、そこでなんとか、まあ、上位2チームに入ればまたそのリーグ戦優勝したできなかった場合でも地域決勝大会というののに進めるので、はあ、それがまた J3 への,、はい、あの昇格も見,見えてくる試合になるってことですよね。はい、はい、そうです いやーでも長崎だってミキティい,ーいいね,ーい,ねーいいねーって言うけどでもいやでも遠いよねき <laughs> でもお金も大切なのね<や>上上資金なんかどうしてんですかクルージャーさん、ね、ーそうですねまあいろんな、まあのスポンサーの方から支えていただいては,<ー>はいあでもまあ、スポンサー頼みだけじゃなく例えばその一個人として私たちなんか、はい、県民とかも何かできることってあるんですか。 そうです、あのー、サポート会員になっていただけるとそうですかそれってどうすればいいんですか 詳しくはホームページ。選手、選手の方にね、そんなそこまで聞いてもあれでしょうからね。そうですか。じゃあ、私たちも、何か、やりたいと思った時は、サポート会員になればいいってことですね。はい、よろしくお願いします。が。ね。上のホーム体験、組織ングのところね、なんか、こう、悩まず。そう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 。プレーにね、集中できるように。それも、なんか、ちょっと、やっぱ、私たち県民の、ちょっと、役割、でもあるんじ人の力かな。ね。 ねぜひやっぱりねこういうところは応援いたしましょうできるところはねやっぱりやっていけるようなそんな岩手県民になりたいねそうねいい感じでまとまったどうですか田中選手素晴らしいと思いますありがとうございますまずは明日の試合頑張ってくださいはい頑張ります本うに応援していますありがとうございました今日はグルージャ盛岡の田中俊選手にお話を伺いましたありがとうございますありがとうございました